はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら NBOX カスタムをね、試乗してみようと思います。この間ね、そっちのノンターボの普通の NBOX 乗ってみたんですけども、今日はこちらターボ車ですね。ちなみにグレードは、L ターボになります。価格は200万200円ですね。いや、この2台、試乗させていただきありがとうございます。いや、乗り比べ皆さんちょっと興味あるんじゃないですか。さっきね、 NBOX 普通のやつ乗ってきたんですけど、やっぱこれ見た目がね、やっぱカスタムかっこいいですよね。この今これちょっとライトつけないんですけど、これ流れるウインカーなんですよ。ちょっとつけてみます。テロテロってね、テロテロって流れるやつ。しかもこの周りのこの LED のねライトがめっちゃクールですよね。いやー、いいよね、 NBOX カスタムかっこいいよね。このテールランプ大好きこれ大好き。このテールランプようできてるんよ。これ本当にね、なんか一回ね、これカバー、クリアカバーの中にもう一個ライトが入ってるようなね、自分の車をね、眺めますよね、よくね。カスタムやっぱね、自慢できると思いますよ、乗ってたら。では、そんなカスタム、お邪魔しまーす。はい、お邪魔しますと。わー、すごい。このやっぱハンドルの差を感じる。なんか男の乗る車って感じがする。まあもちろんね、かっこいいお姉さんが乗ってもいいんですけど、年齢関係なく皆さん乗ってくださいね。っていうかね、これかなり売れてる車なんで、NBOX シリーズね、6年間連続販売台数ナンバーワンということで、もうすごいんですよ。まあシート、こんな感じです。ちょっと今から乗り心地の方をレビューしていこうと思います。では試乗の方をしてみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。マイナーチェンジした NBOX カスタムということで、今ね、やっぱこのハンドルがやっぱ違いますね。カーバリーステア、すごいしっとり手に馴染みます。その辺ね、やっぱ違うんだなと思いました。イーコンオンなんて、あ、イーコンオフ、あ、違うぞあれ、ああ、やっぱいいな、ターボ。これ確かね、104ニュートンメーターですよね。まあ、車両重量もね、1トン切ってて、かなり軽いんですよね。ちゅうか、これ、ああ、なるほど、なるほど。わかりました。ターボ車って、まあ、パワーももちろんのこと、なんて言ったらいいんでしょう、こう、ランクがね、やっぱ1個上がったなという感じがしましたね。ちょっともうちょっと乗ってみますね。今、乗って、1分ぐらいなんで、ちょっとまだわかりません。これ何かが違う。もうハンドルも、さることながら、やっぱこの室内のこのツヤットパネルがね、なんか、このブラックのピアノ塗装されたツヤットパネルがすごいね、なんかピカピカします。NBOX はなんかベージュ基調で、若干ね、こう、まあ、家のリビングのような、イメージではあったんですが、この NBOX カスタムはね、なんかもっとね、車って感じいや、本当にかっこいい車に乗ってるんだなという印象を今受けております。そっか、これ確かタイヤが15インチですよね。普通の NBOX は14インチかな。これカスタムは15インチで、もうやっぱその辺の差を感じるんかな。若干ゴツゴツ感はあります。サスペンションとかが一緒かちょっと差があるかわからないですが、やっぱりね、そのタイヤの扁平率とかで乗り味ってだいぶ変わってくるんで、NBOX で感じたふわふわ感っていうのはちょっとなくなってますね。まあでもカスタム、これでも十分ね、いい感じの乗り味なんですが、若干ね、こう例えるならどう言ったらいいでしょうね、このヨーロッパ車、ドイツ車とかね、そっち寄りの乗り味かなっていう感じはしますね。結構このボディ剛性のいいね、がっちりした、乗り味の車の印象をちょっと今受けております。あー、でこれアイドリングもちょっとなんか違うぞ。
なんかね、エンジンの鼓動が伝わってきますね、このハンドルを通じてね。あれ結構差があるもんですね。そんなに変わらんやろって実は思ってたんですけど、まあちょっと今日寒いせいもあるんですかね、ちょっと若干アイドリングはね高めかなという感じはするんですが、この辺ね、もうちょっとエンジン回して、オイルが温まってきたらね乗り味変わってくると思うんですが、今のところね、印象的には普通の NBOX よりもこの NBOX カスタムの方がこうなんかがっちり乗り味っていう感じがちょっと今してます。シートもこれひょっとして若干変えてる、ひょっとして、あ、そっか、これベンチシートや、フェイクレザーといいますか革っぽいやつと布のツートンですね。あ、その辺の差もあるか。やっぱね、シートの具合も結構お尻の接地面、太もものあたりが若干ね、やっぱ硬めかな。うん、この車はなんか長距離乗っても疲れないかなっていう感じがします。普通の NBOX は本当に街乗りといいますか、まあお買い物車ですよね。近距離でストレスなく乗れるっていう感じの印象の車でしたが、この NBOX カスタムはね、もっと遠くまで行っても疲れないようなっていうかね、こう走りにちょっと振ったような乗り味ですね。うん、まあっていうかこれっていうかやっぱこれホンダさんちょっと遊んでるな。いやー、これちょっと雑味を出してるわだと。はっはー、これはちょっとね、男性が気に入るような乗り味にしてるな。ちょっと今ワクワク感が今あります、ちょっと運転しただけで。いや、もちろんね、その外装の見た目とかね、そういうのもあるんですが、この乗り味でこんだけ変わってくるんか。まあ、ちなみにこれ200万200円の車になります。いやー、税込みでまあ200万ちょっと超えちゃったっていう感じなんですが、まあ200万でこんだけ走るんだったらいいんじゃないですかね。よし、ちょっとここ50キロまで出せます。ちょっとね、ここスピード出せますんで踏み込んでみようと思います。今1800回転ぐらいですね。はい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 、これね、私だったらカスタム買いますすいません、やっぱね50万ぐらいの差はあるんですけど、これはいい車だぞ、これはいい車だぞ。あれ、カスタム攻めてきたね。ダウンサイジングする方には私はこっちの NBOX カスタムをおすすめします。やっぱりね、中低速、今の、まあもちろんターボ車なんで出だしの方はまあそこそこいいんですが、やっぱり2000回転ぐらいからぐっと踏み込んだ時の加速感っていうのはやっぱりね、この普通車から軽に乗り換えた時にどうしてもパワー不足っていうのをそこで感じてしまうんですよね。その辺がね、十分ね、ターボで補ってくれてるので、まあ、それでこの車両重量の軽さですよ。数字上は、まあ、馬力とかは低めなんですけども、まあ、この規制がね、軽の規制があるんで、それ以上は出せないんですけど、その分をこのボディ剛性だとか、このね、車両重量の軽さとか、まあ、空気抵抗ですよね。そういったもので、この、補ってると。いう感じが今しました。乗り味もやっぱね、ちょっとこのカスタムの方が今この流行りの乗り味ですかね。やっぱりふわふわの乗り味も、まあ、私は嫌いじゃないんですけれども、このやっぱ NBOX カスタムぐらいの乗り味がちょうどいいんじゃないですかね。やっぱりね、ちょっとふわふわすぎると長距離運転の時にどうしても疲れちゃうかなという感じがするんですよね。
で気になる燃費が、なんとねタオをついてても 20.2kg ですよ。しかも WLTC モードなんで、ほぼほぼね実燃費に近い数字になります。いやー本当にねこれハイブリッドでもないのにこんだけ、しかもターボがついてるのにこんだけ走るってね、いやすごい車作りますよね。で今これシートヒーター腰がじんわりあったかいです。いやその辺もねこの冬はこのシートヒーターはもう本当マストアイテムだなと思ってきますよね。いやしかしこの意外と個性が分かれたなと思いましたね。普通の NBOX も十分あの値段でねすごいいい車だなと思ったんですけど、やっぱねこのカスタムはやっぱグレードで言うと1枚上になりますね。似たような車ではあるんですが、やっぱちょっと別の車だなという感じで捉えた方がいいかもしれないですね。はい、いかがでしたかね皆さんNBOX カスタム、いやー男心惹かれますよね、こちらの車は、全国のね、ホンダカーズで、販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。試乗の方もできますので皆さん予約を取って試乗してみてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで新しくなった NBOX カスタムでした。じゃあね、バーイ。